300S の後継機になっています。で、同じところを見ていくと、まず XP5 が一緒です。153点のオートフォーカスが一緒です。で、速光センサーが一緒です。で、ファインダーも丸くなりました。で、このなかなかニコンのね、頑張ってくれたところなんですけども、ちょうどね、使ってみると D5 を本当にちっちゃくした感じなんですよ。本当にそっくりです。で、違うとこ見ると一番気になるのはローパスレスですね。ローパスレス D500 はローパスフィルターが入ってません。 D5 が入ってます。ニコンの、取り決めというか、僕がずっと見てて思うのは、ニコンは、高画素になったら思われなくなるからローパスフィルターを外す。だけど、あんまりガスがないんだったらね、入れるという感じですね。で、同じ2000番ガスなんだけど APS-C DX ですから、それはやっぱり高画素なんですね。そうすると外していかれるということで、今回は外していますね。さあ、そして大きく違うところ、液晶モニター、これがチルトします。D5 は外れない、動かない。だけどこっちはチルトしますね。これはやっぱりこれは便利なんですよ。ハイアングル取ったりとか、こういうとこ来ると後ろから撮ってる人多いですけど、やっぱりチルトすればね、便利ですよね。あとローアングルも当然便利です。ですからここが違いますね。はい、こういうところが違う。そして撮ってみて一番違うなと思うのはここです。そこもオートフォーカスのエリアは同じだけあるので DX になりますから半分になるので画面パンパンにきます。これがやっぱり気持ちがいいです。例えばライブビューにしてコントラスト F にしたら画面どこでも合わせられるようじゃなくて、光学ファインダーであんだけのエリアを持ってるカメラってもうないですからね。これは気持ちがいいですね。さあ、撮ってみたいと思います。D500 で 300mmF4E をつけていますね。さあ、じゃあいきますよ。で、何枚かこうやって連続秒10個まで来ていますね。で、そろそろいい感じで来るところなんですけども、さあって思ったところで人が重なっちゃったんですよ。さっきもやったけど人がいっぱいいるところだから。で、僕ね、人が見えたんで一瞬シャッターから指を離しちゃったんです。それで通り過ぎたからもう一回行って次にもう一回押しました。で、次に押したところで撮ったのがこれで、ちょうどターンしたところだから決定的瞬間を撮れた。でもちょうどね、そこでセンサーがかかってちょうどバッチリだったんですけど、撮り方本当はあるんですよ。で、それをちょっとこれからお話したいんですが、最後まで、撮っていきましたけども、実はこういう機能があります。オートフォーカスの食いつきを変えられるんですよ。上の方は横切りの反応、つまりこうやって向けたとこ何か横切ったりするものが入る。例えばサッカーの選手とかね、他の選手が横切ったりなんか入る。それをそっちに食いつくかくっつかなくするかが選べるんですよ。鈍感にするかね、それを敏感にするか選べます。こういうような時、さっきみたいなシーンの時は鈍感にしとけばいいんですよ。それをずっと取れるんだから。あと動きが滑らかか、要するにスキーのね、パラレルでこんな風になるのか、それとも滑らかにずっといくのか、これも選べるんです。これに合わせるとオートフォーカスの引きが良くなるんですよ。だからもう一回やってみました。今回は食いつきを鈍感にしてみました。で、やっぱり人がいっぱいいるから何枚か取っていくと、やっぱり同じようにこうやって人がかかるんです。でもこっちにオートフォーカスはいかないです。こっちには行かずにずっと追えます。これを使うとすごく便利だよね。こういうことができますね。で、撮っていくと一番かっこいいのはこの辺りの写真がかっこいいかなっていうふうに思うんですけどね。露出補正もしてないですね。これはちょっとそこ上が見えたからこれの方がいいかな。で、露出補正もしてなくてオートフォーカスもね、カメラ任せでただどうってこうやってやって撮れる。やっぱり僕は視認識っていうのはすごいなというふうに思っています。ニコンはこう言うんですよ。ファインダーに集中してください。ファインダーに集中してください。シャッターチャンスを、ね、狙ってください。他のことはカメラがやりますから。他のことはカメラやりますね。フレームを作ってください。持ってください、狙ってください、それはカメラにはできないから、それをやってください、それ以外のことはカメラやりますっていうふうに、カメラがどん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 発達、進化していっています。あ、お前逆をしちゃった。はい、もう一ついいところ、まあ、7000とか7000のシリーズ、あるいは300の人には本当に申し訳ないけど、握った時の感覚は750と一緒なんですよ。ボディが薄くてグリップが深くて、こう持った時に手をこう押しのけるような厚みがないんですよ。で、あ、なんてしっくりくるんだろう。でそれをやってるのはモノコックボディです。D750 と同じ構造になっていて、ね、モノコックにして中のフレームを、ね、抜いて構造体、側の構造体が自分自身で強度を保てる構造体、飛行機とか新幹線とかレーシングカーとかそれと同じように、ね、なっています。でやっぱりあと大きさそんなに変わらないんだけど、少しグリップなんかが持ちやすいように、やっぱりデザインを変えています。この辺りも、いろいろですね。さあで300つけて狙います。で300だから450ミリでしょ、ね、でまあガラスヘッドが上がってるやつっていうのはある程度の大きさがあるんで、でもやっぱり綺麗に構えないと思い通りのところにはなかなか入んないですよ。ちょっと動くとどうしてもずれちゃうから。でもグリップがいいのでね、非常にそのまとまりは良くて、もう夕方だいぶ暗くなってますけどもね、夕日の中でね結構好きな写真をね、好きなフレームで撮ることができる。で昼間撮ってちょっと500をクロップしたやつがある。さらにクロップしたやつ、これもともと300を 1.5 倍でしょ DX だから450じゃないですか。それをさらに 1.3 倍クロップすると600ミリ近いんでね、585ミリで、これができるのが2000万画素超えてるからなんですよ。1600万画素でこれをするとちょっと荒くなるんですよ。でやっぱり2000万画素超えたっていうのはすごく意味があって、これをやった時にああやっぱりクロップを使ってねこれができる、やっぱり2000万画素超えはいい、ね、そうやって、僕はこの時はお達成を出しましたね。はい、ちょっと戻します、空がだんだん紫色になってきてマゼンタが強くなってきて、そんな中でもう海はこうなると人はどんどん帰ってきますから、この静かなところで僕が切る D500 のシャッター音だけがこうやって響くような感じで、自分も撮っててもものすごくもう気持ちが良かったですね。はい、さあ D5、D500 に共通してもう一個非常に重要なことあります。ホワイトバランスに白を優先するというのができました。今までは標準と電球色を残すでした。もう一個白を優先する。で僕これニコンにもう前から望んでたところなんですよ。白を白、本当に白く撮りたいんだ。どういう時？それは僕がいつもこういうセミナーでお話しする電球色の蛍光灯とか電球色の LED とか、僕に言わしたらもう光源は劣悪ゴミ同然なんですよ。白熱電球ってのはすごい綺麗なんだけど、白熱電球ってのは夕日の太陽と同じなんですよ、成分は。ところが LED や蛍光灯の電球色ってのは塗っただけだから全然綺麗に映らない。でももしその時にそれを白として撮れることになったらね、その後は例えば老現像で電球色を載せるとかは簡単じゃないですか。白を白として本当に出せるように撮ってくれって言ってたんです。ただ今回入ったんですね。でカメラを手渡された時にもう嬉しくって白をね白くできるっていうから撮っちゃったんですよ。それがこれなんですけど、ということは僕は D500 で最初に撮った写真がこれなんですよね。今思えばもったいないことをしました。なんで金を取らなきゃいけないんで、でもこれ撮っちゃったんです。でもちゃんと白が白くなってるわけですけど、なんでこれ撮っちゃったかっていうとね、カメラ持ってきてくれた人がこの人なんですけど、この人とプーケットでね、会って、ね、ご飯食べ朝入ってでオーダー一番辛い料理くださいって言ったらこのカレー来たんですよ、この人が。ですんごい辛くてこんなことを言ったんですけど、後でもう目がうつろになっちゃってっていうぐらい辛かったんですけど、まあ、D500 で最初の僕が撮った写真はカレーだったっていうことなんですけども、さあムエタイに行きます。で、ムエタイの会場でまた痛感しました。ムエタイの会場の照明なんて劣悪なんですよ。蛍光灯から LED からもうごちゃごちゃなんですよ。それでも白を優先するって言ったら白出るんですよ。肌色出るんですよね。体の肌色とちょっと顔のとこ色違います。なんで顔やっぱりもう蒸気してるからちょっと赤くなってるんですよね。もう出てるんですよね。そんなシーンが、ね、白を白く撮るってありました。で、皆さんもこれをやるでしょ。標準で撮ってて、まだ夕日がそんなにないんで、こういう時って晴天に切り替えた方がいいんだよね。晴天に切り替えると青くなるんだよ。で、こういうのも素敵じゃないですか。もっと夕焼けが強くなれば標準で撮ってもいいんだけど、こんなことよくしますけどね、もう今まで以上にこの白を優先するってのは使えます。さあ、劣悪な環境ってのはもう1個市場があります。市場もね、みんな好き勝手な電気つけるんだよ。綺麗な色にならない。昔は良かったの白熱電球だから、今は違うから。で、標準で撮ると地明かりがちょっと残ってるからこの白はクリームっぽい感じに映るんです。本当は白なんです。ところがこれを白を優先するに変えたら白くなるわけですよ。でもうこれができたんで D5、D500 今までの本当に悪い環境のとこでも綺麗に映るようになりますね。普段は標準でいいです。普段は標準ね。で、このごちゃごちゃのね、プーケット、タイね、こういったところでも標準で撮ってもらって何の問題もないです。で、電球色を残す。本当は電球じゃないです。今こういうとこみんな LED とかなんだけど、ね、でも電球のような色にちゃんとなるようにね、調整されてます。ちなみにこういう時も顔認識が働いてるんで、最初は顔にピントがパッといくんですよ。オートエリアにしてたら。で、ニコンのカメラっていうのはフォーカスエリアを解除するのはとても簡単だから、ここピッと押してダイヤルピッと回せば普通のやつなんか1点に戻してオートを解除してエビにピント合わせました、ね、で、このお兄ちゃんにねピント合ってたらエビの方がいいじゃん。で、そういうこともすごい簡単にできるので、操作はね、抜群です。さっきのエビを料理してもらったやつですね。これはやっぱり白を優先するにして、正しい色を出したいというふうに思いました。で、今回結構白を優先するをメインにたくさん撮ってみたんですけど、クリアな色が撮れていいですね。さあ、そしてファインダーですけども、やっぱり D500 ももう D5 に負けず劣らずのファインダーを積んでます。そしてそのためにはやっぱり秒間10個もミラーがやっぱり上に止まる、下で止まる、これがかっちりいかなきゃダメですから、それはやっていますね。D5 と、ね、同じように、ね、ミラーバランサーっていうのはミラーが降りた時に当たって下に下がる部品があるんですよ。要するにほら、金属の玉を糸でつっといて離したらパチンってきた作用、反作用、こちらパチンと止まるでしょ。ミラーが当たったらこいつが下がる。そうするとミラーがピタッと止まるんですよね。そういう仕掛けをちゃんとね、やっていますね。これも D500 のファインダーが良くなってる理由です。そしてとうとうファインダー倍率は1倍になりました。等倍、1倍って書くけど、白だから1倍って書いてある。等倍に等しい倍と言います。 50mm レンズをつけたら D5 で両眼を見て開けて全く違和感ない。その等倍ファインダーですから、 50mm をつけた時に肉眼で見える大きさとレンズを通して見える大きさは一緒ですからね。これが等倍ファインダーですから、それは気持ちいいですよ。こんな片手ずっとハンドしなくていいじゃん。それはハンドレンズですよ。それがね、 D500 のファインダーです。さあ、プーケットっていうのはね、バンコクのごちゃごちゃをそのまま持ってきちゃった島なんですよ。繁華街パトンですから。で、もうね、怪しい感じです。どんなことが行われてるんだろう、ファインダー越しに思います。でもクリアなファインダーなんでよく見えます。中ではこんなことが行われてました。あの指は何の構想なんでしょうか。何の構想なんでしょうかね。ちょっと気になりますね。はい。でもちっちゃなカメラですからね、 D500 でスナップポン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 してね、結構僕はここでね、夜の撮影も楽しむことができました。さあ、液晶モニターがチルトします。さっき D5 のとこで言い忘れたけど、 D5 もタッチはなってます。例えばコマを送ったりとか、そういうことができます。 D5 できますね。で、チルトしますからね、それ以上の、ね、効果がありますけども、D750 なんかを使ってる僕としては、今回の D500 の、ね、このチルトでタッチができるっていうのは非常に嬉しいですね。で、低いとこから撮れるじゃないですか、ね、チルトできると。そうするとやっぱローアーム的にちょっと低いところから狙ったりすることができる。お腹入れたかったんですよ、向こう側に。でお腹入れるにあたっていきなりこれはさすがに取りにくいからちょっとこの辺から取りましたけどね。そんな感じ。質感もめちゃくちゃいいでしょ、ね、レンズがいいんですよ。レンズがもう手ブレも VR がものすごい効くんで、こんな風にカメラお腹のところで構えてもちゃんと効くんですよ、ね。さあそのレンズなんですけど、これです。これ去年出したんですね。去年の7月に出しました、ね。持ってる方もいらっしゃると思いますけど、まだそんなに持ってない人の方が多いかな。ちょっと値段もするし、ね、いくら12万5千円なんで、ボディが、ね、いくらね、なんで随分高いじゃないかね。安心してください。レンズキットがあります。これね、レンズキットがあるんですよ。レンズキットにすると約4万円、4万円まで4万円近くお安くなります。ボディとレンズで。これね、絶対このレンズがもうあった方がいいから、このキットで、ね、お買い求めになると D500 はいいと思います。さあそして、D500 と D5 なんですけども、操作系がほとんど一緒です。もうなるべく近くになるようにっていうんで、努力してますんで、両方いっぺんに使っても、ね、違和感はありません。今まで以上によく、ね、似てるのを作ってます。そして、フリッカー対策が D500 に入ってます。フリッカーってのは蛍光灯等でチラ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 露出レベルがずれて映ることですが、ピークを探してピークのところで止める、ね、ピークを優先してシャッターを切るという機能を持っています。ですから、今までみたいに蛍光灯で速いシャッター切ってブラブラするようなことはなくなりました、ね。フリッカーが、の頂点、一番明るいところで撮れる、そういった機能があります。それからこれは新しいです。スマートフォンと常時接続できるスナップブリッジっていうのを今度始めました。で、このカメラだけじゃなくって新しく出てきたコンパクトで DL っていうやつですけども、そういうのにも入ってます。でスマホとね Bluetooth で常時接続する、何ができるのかっていうと、例えば常時接続ですから常に撮った写真は自分のスマホあるいは端末で見られる、ね。で例えばそこからインターネットに送るのも常にできる。前もピクチャーユーティリティってあって接続して1枚取り込むとかあったんだけど、そうじゃなくてずーっと接続できるっていうのが今回の発想で、今までより便利に使っていこうということになります。さあそして D5 にはない D500 だけの、ね、アクセサリーがあります。バッテリーは今までと同じ EN-EL15 ですよね。D300 の時はこれで950コマ、このバッテリーの大きさでしか取れなかったけど、今1240コマ取れます。1240コマだけど、もっといっぱい取りたいって人います。あるいは乾電池に行くんでバッテリーが弱るのが気になるからって人、そんな方のためにマルチパワーバッテリーパックを用意してますね。これすいません、つけても速くなんないです。秒間10コマが12コマなどならないです。速くなりません。だけどたくさん取れます。これも非常に質の高い、ね、マグネシウムボディ作ってますんで、ぜひ、D500 の方ね、お求めいただければと思いますが、さあ最後になりましたけど、ちょっと宣伝していいですか。ニコンミュージアム、ニコンミュージアム昨年の10月にオープンしました。で僕ね、ニコンミュージアム実は僕もずっと手伝わせてもらってて、僕が監修させてもらったレンズの実験室っていうコーナーもあるんですよ。でまだ見てない方はぜひご覧いただきたいんですけども、ミュージアムっていうと普通はこれなんで作ったかっていうと、来年100周年なんですね。で、これまで100周年だから100年の2個を見てもらいたいということなんですけども、ミュージアムっていうのは普通のミュージアムはこれまでの100年しかないんですけど、ニコンミュージアム違います。ニコンの今の展示があります。そしてニコンの未来、これからニコンが未来将来どういうことを考えていくのか、何をやっていきたいのかっていう展示もある。それが普通のミュージアムとは違いますね。でもちろん皆さんが一番喜んでいただけるこれがあります。歴代のカメラからずーっと S の1型から始まって、ね、もうすでに D500 も D5 も入ってますけども、ね、この間ジルジャロさん来て、ジルジャロさん作ったモックの子にサインを書かれて、先週から変えられたんですけど、だんだんね、有名なスポットになってますけども、もちろんこれはありますね。そしてこの100年の中の歴史として、昔やっていたガラスの妖怪、仏壺で作ったガラス、これを割ってで昔はレンズを磨いたわけですけども、そういうのもあります。だけどニコンの今としてニコンはこういった半導体の露光装置作ってます。イメージセンサーね、これは DX 用のやつですけども、ね、これの現物もありますし、装置の展示があります。ぜひそういうところを見ていただきたい。そして将来ニコンがこれからどういうことをこの次の100年何をしていきたいか、そんなこともあるミュージアムになってます。ですから D5、D500 そしてニコンミュージアムと、3つダイジェスト版でお話しさせていただきましたけども、ね、ぜひ皆さん、今日1日このニコンブースで、ね、しっかり本当混んでて申し訳ないんですが、もう長いこと待っていただくかも分かりませんけども、触っていただければというふうに思います。じゃあどうもありがとうございました。以上です。